食は某順が1927年から1928年に執筆、連載した小説三部作。幻滅、同様、追求の中編小説三編からなる。それまで文芸評論をしていた陳徳光の作家としてのデビュー作。食三部作とも呼ばれる。中国語では三部曲、英語ではエクリプストリロジーと呼ばれる。 1927年から1928年に小説月報で発表された3作品は1930年に上海の解明書店から単行本、書として出版され、1949年までに19版を重ねた。2015年に同名のタイトルで定体制の監督により映画化され、上海国際映画祭で上映された。挫折する。 国民革命前後の時代の中国を舞台とする。中国国民党の左翼に属する若い、ブルジョア知識人という設定のキャラクターが登場し、青年男女による恋愛や政治が描かれる。和法は自由間接和法に近い客観視点。作者の某順が、文芸や政治で信仰を持った種類の人々が、キャラクターに反映されていると考えられる。革命文学の立場を取る宣教村らは、 食三部作の消極性を批判した。A.B. これなが春、食の開作1974年4月2月日、A.B. 中野美代子、シアロン中国近代小説の限界 P143 北海道大学人文科学論集、10、1 3百八十181、1973年12月と大きい A.B.3 月27日、 著名作家、小星家、社会活、家、陳願表在北京西洋2006年3月27日、新社、吉田富夫、某淳文学除雪、腐食を中心として、1960年4月、李慶国某淳、リアリズム文学の栄光と時比、北京の中国近現代文学地図、アジア観光学年報3、111から118、 2002から04論文の内容の用紙論文題目、某順的、作家精神の形成と発展に関する研究、白石毛のり ABCD 春、デビット、ナラティブイン、マオダン、S エクリプストリロージー、A コンフリクテッド、マオダン、2012、系列影面解説架空開講、某順先生2015年6月25日14時59分56秒、貿易、 メイキングウェーブスウィズムービングイメージズ NYU 上海2015ハット AB デビットワンチャイニーズリテラチアフロム1841通1937ザケンブリッジヒストリーオブチャイニーズリテラチアボリューム2 P509 ュン、三部曲繁盛大幕2015年7月9日10時57分ありがとうございます